諸山町にある東武越生線川角駅の新たな改札の利用が今日から始まりました。新たな改札学園口は駅の南側に作られ、下りホームと直結しています。今日は東武鉄道の関係者や開設に協力した城西大学の学長らが出席し、テープカットが行われました。駅の南側には城西大学や日本医療科学大学など複数の学校があり、1日平均およそ1万2600人が駅を利用します。しかしこれまで改札口は北側に1か所しかありませんでした。学生たちはキャンパスに向かう際、駅を出てすぐ踏切を渡る必要がありますが、駅にロータリーがなく、駅前の道路は狭いため、ピーク時には学生が踏切前の路上に滞留し、危険な状態が続いていました。新しい改札ができたことで、利用者の安全確保や利便性向上が期待されます。今日も使ってきましたし、俺はだから、まあ、使えるには使える。近隣のお客様のご迷惑、交通渋滞、学生さん、歩行者の安全確保が一番の課題だったと思っております。それがこう少しでもこう、そうですね、緩和できると思っております。